ルブカ・コレッサは、ガリツヤ出身のピアノ奏者、リビウの生まれ。幼少時に、ショッパンの孫弟子にあたる祖母から、音楽の手ほどきを受け、4歳の時に、家族で、ウィーンに移住した。ウィーン音楽院で、ルイ・テルンとエミール・フォン・ザ・ウアーにピアノを学び、1920年に卒業してからコンサート活動を始めた。1929年から翌年にかけて、 オイゲンダルベールの訓導を受けている。1937年にイギリスに渡り外交官のトレーシー・フィリップスと結婚して1940年にカナダに移住した。1942年から1949年までトロント音楽院で教鞭を取り、1952年から1973年までケベック音楽院の教授を務めた。この間、 1955年から1966年まで、モントリオールのエコール版三段ンンィでも教え、マギル大学の教壇にも立った。演奏活動は1954年に引退している。トロントにて没。http://www.naxos.com/.person/.lubka コレッセ。 一万三千五百十、htmhathttp コロンスラッシュスラッシュ w w w t h c a n a d i a n e n c y c l o p e d i a ドットサスラッシュ e n スラッシュアーティクルスラッシュ lubk-kolessa-emc スラッシュありがとうございます。